せーの、はーい、アリムです。ナリです。今日は永乐市場に来ました。イエーイ、すごいね。すごあんまりこう市場に来るってことがないから。あ、ね、良いか届いてスープ、そう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 、うまっ。1枚250、30数十年の台湾人しか買わへん。これマジでうまいからみんなあそこ。はい、ということで今日は台湾の台南にあるゴーファージェの近く、ヨラスーちゃんというところに来ております。そうです。はい、でここには何があるんですか。何があるというか、永乐市場は結構歴史がある場所ですね。ここは一番思いの歴史は、昔は泥棒たちいますよね。はいはいはい、泥棒を、はい、物を盗んで、はい、この市場で売ったり買えたりしますね。泥棒市場的な。だからちょっと台湾語とはって言うかな、あのゼアチ。何それ。ちょっと泥棒市場。あ、そういうこと。ゼアチ、まあ、当てるくらいあった。今でいう日本の大阪の西成区みたいな。でも台湾今のここ永乐市場は全然悪くない。悪くはないし、で途中でちょっとなんか火事もあったり地震もあったりいろいろなことがあったから、ちょっと何回もやり直して今はとっても有名の市場になりました。なるほど。そう、じゃあ今日は永乐市場で台南人がおすすめする、まあ、グルメみたいなのをちょっと紹介してほしいなと思います。ぜひとも皆さんこの動画を見て参考にしてみてください。うん、はい、ということで今日はめちゃくちゃ暑いんですけど、頑張って撮影していきたいと思います。そうです。ということで行きましょう、うん、せーの、レッツゴー。ここはゴファジェの隣ですね。この前はゴファジェ、前はこうやってブワーっていっぱい歩いたんだよね。そう、でも俺の今の俺の中でゴファジェとヨンランスーチャンが一緒なんちゃうかなと思ってね。あ、そうなん、一緒じゃないよ。一緒じゃないの。だってゴファジェはめちゃくちゃ長い、めっちゃくちゃ長い。そうだからゴーファジェの中のヨンラスーちゃん、中のヨンラスーちゃんと言えへん。あ、そうな、まあ、ヨンラスーちゃんはヨンラスーちゃん、ゴーファジェはゴーファジェ。おお、なんかややこしいですね。でも場所的にはゴーファジェの場所ですということでやってまいりました。前ね、ここ紹介した、でここで前食べたと思うねんけど、ここで食べて、そのこっちですね。ワニさんはちょっと暑そうで嫌な顔してるわ。暑い、暑い。前ここ食べたよな。あ、そうそうそう、そう、これ有名で、調べたらこのトト池、赤い看板、そう、これみんなに紹介したいなと思ってて。お、あ、日本人は台湾来るときあんまり自分で注文せえへんと思うから。そうやな。そう、まあ、俺らの取り柄ってさ、台湾人しか買わへんっていうテーマでやっていこうぜ。まあまあ、じゃあちょっと並びましょうか。並びましょう。これは何でしょうか。これはハオウェイしかわからない。ハオウェイ、ホン、ハオウェイ、ハオウェイ、ホンしかわかりません。三文字目までしか僕はわかりません。これはご飯来てから紹介していい、なんか何があるとか。オッケー。年用一個届いて。年用一個。すま。あ、好。で、年用。好。中入ります。どこ座るかな。はい、これはトトイゲです。台湾語トトイゲで、これは日本語の名前一応調べたら、魚フライ入り泥味噌ープか、サワラ揚げのあんかけスープ。サワラの魚をフライとして揚げて、ニンニクの香りを混ぜて、ちょっと甘みも出ますね。で、揚げた魚の中でちょっと柔らかく、ちょっとお肉とすごい食感があり、なんかドロドロ滑りやすい麺を一緒に一口食べたら最高で。ですこと。今ね、ちょっとバリンのいいナレーションがあったと思うねんけど、まあ、まさにその通りです。そうそう。でこのトトイガンは一応スープみたい感じだから、麺
いりいらんとか自分決めれる。なるほどね。そうそう、はい、春雨かあのこのバジーの麺いろいろ選べんねんな。そうそうそう、まあ、でもこれが一般的なやつで、まあまあまあ、はいはいはい、バリーはいつもこんな感じで食べます。はい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 。匂っていい、うん、やっぱこれやな、パクチーの匂いするわ。パクチー入ってます。めちゃくちゃパクチーの匂いする。そうだからほんまにいらん人はブーヤオシャンサイシャンサイって言ったら多分いけると思う。そうそう、どうぞ。いいですか、うん、いただきます。麺から普通にシンプルに、これはパクチーちょっと克服しつつあるからそのままいただきます。めっちゃパクチーやな。あ、そうなん、どうやろう。確かにめっちゃパクチーやな、うん、でも甘い。うん、甘いね。だからこの時でさ、これ太鱼を塩。あ、いいの。うん。美味しい。魚はもう特に美味しいです。うん、ただ俺今からちょっと素直に言うけど、麺に関しては味がないというか、俺にとって。うん。麺。なんか物足りなさはある。魚めっちゃ美味しい。うん、魚もめっちゃうまい。やばい。うん、本当にサクサク感して中のお肉柔らくて、うん、そしてソース、スープも甘いスープ一緒に混ぜて、うんうん、めちゃくちゃ美味しい。まあでもこれはさ、まあ、国をさ挟むからさ、やっぱりそう自分のさ舌に合わへんとかいろいろあると思うけど、うんうん、台湾人、場合に台南で育って台南人にとってはどうなんこれは。これこの辺のもっと美味しい店食べたことある。うん、でもここの魚は本物美味しい。ごちそうさまです。うん、美味しかった、美味しかった、美味しかった。食べれば食べるほど美味しかったし、うん、まあ、確かに麺はちょっと物足りなさはあったけど、うん、魚はマジでうまかった、うんうん、でパプチーは想像より少なくない。うん、そうそう。で次の場所行こう。あまり真面目に書いておちょうら这里哦对呀三十几年了哇传承下来的八十几年的哦，所以你们这一代三十几年啊，然后这样全部就八十，哇，很久，哦，嘿嘿嘿，有有有，很久哎，哇，太厉害了，谢谢，很好吃，谢谢。はい、ということで、美味しかったですね。めちゃくちゃ暑い。ちょっとやっぱりあの夏すぎるからスープ、そう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 、飲み物。飲み物やな。これな、この間ここゴーファージェ言うてまっすぐ歩いとったんやけど、うん、どこまでがゴーファージェだ、どこからがちょっと市場かがわからないんですけど、この間の動画でさ、うん、一番取れ高あった紅茶のお店あったやん、おばちゃんの。ほんまや。あそこのお店行こうよ。覚えてくれてるか知らんけど。永乐市场はここ。なんか看板違うやろ。テントみたいな。結構なんか永乐牛肉汤とかなんじゃら永乐米糕永乐なんじゃらなんじゃらって、こっち側が市場になってて、多分この中からこう、そうそうそう、商店街チックになるらしいです。そうそうそう。で後でちょっと食べたいものを紹介したいの食べ物を紹介してから、ああ中の雰囲気もみんなに見せたいなと思って。 OK です。あったかも。ありましたか。あったあった。ありましたありました。ありましたありました。同じおばさんかな。なあ。你好。Yeah。要一杯古早味的红茶，然后要碧豆的。嗯。不加冰块好，没关系。上次有来买过，嘿，嘿，おばさんは前のおばさん、でも今他们新进商だと思います。あ、そうなの。うん。谢谢。覚えてる？どうだろう、覚えてない。でも一応イケメン美女を言ってる。这样多少？三十。谢谢。谢谢。谢谢。ニヤニヤしてて。はい、ということで買いました。
ちょっとあのおばちゃん忘れ気味やわ、もう何回も行かなあかんわ、やっぱり。いただきます。でも、笑顔かわいいとか、すごい笑顔ですね言ってた、うん、これマジでうまいから、みんなあそこマジで買ってほしい、これはこれは絶対買って、ほんまになあ、えぐいって、これはマジでうまい。そう、イライラの気分は全部なくなってる。なんでイライラしてんねん。暑いからやん。そうか。あ、はい、次ですね。ちょっとやっぱりあれだけじゃお腹いっぱいならないということで、バニーさんが勧めたいお店があるみたいです。そうです。アリム好きな食べ物を連れて行きたい。何？ウアゼン。もう行こう。そう。ウアゼンはね。そうだね。まあ、知ってる方もいると思うんですけど、もう僕が大好きな夜市に行けば高確率で食べるっていうね、ウアゼンなんですよ。あ、着いた？ここか。ここでほんまに隣やん、さっきの隣、ほんまに2つ隣か。ウラゼン、なんだよ、なんだよ、ウラゼン。好、谢谢。じゃーん、これは詩人賞かな、ウアゼンです。日本語を調べたら台湾式のお好み焼きですね。おー、そうか。そうそうそう。で、なん で今までさ、アリムもいっぱい動画でウアゼン料理で食べたことあるやん、何回もあるのに、なんでここ紹介したいと思うか。ここのウアゼンの中でローザオが入ってます。ローザオ、ローザオファンのローザオが入ってます。なんで入れるというか、やっぱりあの柿苦手な人おるじゃん、はい、なんか変な癖あるから、はい、この癖を消すためローザを入れて、そしてソースも普段のケチャップソース、甘いソースではなくて、2つ醤油、醤油顔とある独特なソースを混ぜて、しょっぱい甘みたいな食感にしますね。なるほどね。はい、ということでやってまいりました、うん、あ、さっきのほんま隣の隣ですよ。あの、これはね、もう僕は食べる前から分かってんねんけど、夜市でもいっぱい食べてるからめちゃくちゃ好きです。もう食べる前から分かりますけど、そう、ボリューミーがまず違うし、うん、夜市って同じ値段やけどもっと少ない、うんうんうん、っていうのもあるし、うん、卵の量が結構使ってる量が多いなっていうのもあるし、うん、で、柿がでかい、うん、ほんで一番違うのはローザオファンが入ってる。ローローファンが、ローザオファン、ローザオ、ローザオファンが入ってる。ファンは入ってない。あ、ローザオが入ってる、うん、みんなでか知ってる言い方で言ったらルーローファンのルーローが入ってる。そう、なるほど。いや、アリム先に食べてほしい。これアリムのため選んだ。あ、そうなの、うん、柿と一緒にいただきますね。本音な、夜市とこっちと違うし。わかりました、いただきます。うまっ、これマジ？おお、これめっちゃうまいわ。うまま？なんでこれ飲んだら最高やん、多分。いただきます。うん、うん、なんかな、ポハってこれが2年とかじゃなくて、もうこう、まろやかというか味が。でも本当に幼児と違うな。全然違う。幼児の甘い。ああ、はいはいはい、はい、ここ全然甘くない。そうやね、なんかまろやかって感じ、味が。うんうんうん。結構大きめに、うん、うん、あっと、うん、絶品、マシになる。うん、俺これは進めたいな、みんなに。もう一本買えるあ、これこれあ、これもな、まあまあ、でもありやで、マジでこれ買ってこれ食べる。でもちょっとな、一人にしては多いかもしれへん量が。あ、ちょっとね、ちょっと多いかもしれんから、うん、そこだけちょっとあれやねんけど、うん、どうやろう、私たちの食料が少ない、ちっちゃいかな。でもやっぱりここを来たらさ、いろんなもの食べてほしいやんか。そうやな、って考えたらちょっと多いなっていうのは。確かに確かに。だからやっぱ友達と一緒に来るんやったら、もう一人でいい、もうみんなで一個でいいの。友達いないならどうする。テイクアウト。テイクアウトで、
ワイ大でこれ全部食べて、これ全部食べ終わったら永乐市場の中見に行こう。中は違う世界かも。いや、めっちゃうまいわ。私の傘もしかして忘れましたか？どこに？さっきの店に。老板，老板，我的雨伞好像有忘在这里，对不对？刚刚那个椅子上。啊，谢谢，谢谢，谢谢。マリンがさっきのお店に傘を取りに行ってる間に食べました。いいね。ごちそうさまでした。僕大好きです。日本では食べられへん味なんで、そうそうそう、ぜひとも皆さん来てください。概要欄に Google マップあってます。じゃあ、はい、行きますか。行きましょう。はい、出ました。暑い。暑いです。あまり外にはいたくないということで、市場の中に入ってみようってことでそうです。うん、ちょっとさっきな、俺ら今日市場紹介するって言って、市場はこっちでゴーファジェはこっちだから、俺らずっとゴーファジェの紹介をしてたってことでいいですか？ということで、今から本題です。ヨルラスーチョンに入っていきたいと思います。わー、車多すぎで怖いわ。あと一個デザートみたいの紹介したかったけど、うん、開いてない。ここやねん、ここを紹介したいけどやってないっすね。12時からって書いてましたよ、Google に。ほんま？今何時？12時。あれ台湾あるあるですね。わ、すごい。入ってみよう。すごい。服も売ってる。なあ。1枚250元。すごいね。スイカこれ。うん？これスイカ？スイカちゃう？すごいね。すごい。めっちゃ物置いてる。ほんまや。やば。こんな場所あったん？さっき全然違う道やのにな。若干。沖縄っぽく。沖縄っぽい、確かに。なあ、まあ、でもすごいな、夜市みたい感じ。うん、なんでも売ってる。俺が想像してた市場とは全然ちゃうかったわ。あ、どんな市場と思ってた？俺がこの想像してたのは、どっちかといったら食べ物をメインに売ってるような市場やと思いましたけど。そうなんや。こういうところってさ、服とか売ってやっていけんのかな、生活とか。どうなんやろ、俺そっちの方が。確かにな。うん、これ俺が想像してた市場。あー、そうそうそう、ここ、こういう系、生物を置いてる。ゴーファジェの隣にこんなんがあったんや確かになこれどうなんやろ、比較的。どっちかって言ったら観光客ってよりかはローカルかな。結構台南人が来るような場所なんかな。あの鳥割り、うわ、怖っ。すごいな。待って、めっちゃ滑る、やばい。ドラゴンフールめちゃデカすぎん。ほんまや、バリの顔半分ぐらいやな。ここ日本のものいっぱい売ってるわ。ほんまや、ほんまや、ここ全部日本商品やな。すごいね。はいはいはい。結構高くで売られてんやろそれはそうや。結構服おしゃれない、上の。うまい、上の。な。すごいな。なんか圧倒されるわ。で、同じ店が多すぎて、どれを買ったらいいんか分からへんまま結局、おば出てしまいそう。これめっちゃ怖い。俺ほんまビーチサンダルやからバリすぎる。だから私いつも理解できへん。なんでここにいてもサンダル。ちょっと待って。ほんまに、なんでちゃんと靴履いたらいいのに、なんでいつもサンダル。やめてって。何もやってないよ。よし、出ました。これあれやな、台北の中山駅に似てない？チョンシャンジャン。あー、ちょっとな、似てるよな。一応駐車場やね、この雰囲気。駐車場になってる。そうそうそう、下は駐車場。どう？なんかね、俺
なんやかんやさ、台湾に長いことおるつもりやけど、うん、あんまりこう市場に来るってことがないから、あすごい新鮮やな。そやな、市場の中は、まあ、みんなに紹介したいものは別にないからさ、まあ、まあそうやな、ただその雰囲気をちょっとみんなに見せたかっただけ、うん、市場の中のものを興味ある方はぜひ実際に来てゆっくりで、うん、ちょっとな、Google 翻訳でこれ何ですか、それ何ですか、はい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 、そうそうそう、まあ、優しいからな、みんなな。そうやね、うん、まあ、全然大丈夫かなと思います。そうです。よし、じゃあ帰ろうか。帰りましょう。今日はもう本当に暑いんでね、もう二人倒れそうやね最近。マジで暑すぎる。夜の方がいいねんけど、ちょっとなんか夜で動画探そう。ほんまにそうしよう。室内とか。そうやね、うん、ちょっと暑いでこれ。そうやね、頑張ってます。よし、じゃあこの動画いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。うん、ちゃんと言えてた。それではまた次の動画で会いましょう。イエイイエイイエイ、せーの、元気、バイバーイ。